カルロス・エドゥアルド・ゴンザレスは、ベネズエラのスリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。相性は名前を短縮してカーゴ。2002年8月3日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約し、プロ入りを果たした。2003年にプロデビューを果たした。2005年は、A 級、サウスベンド・シルバーホークスで打率30。307。 18本塁打、92打点を記録し、ミッドウェストリーグの最優秀選手に選出された。2006年と2007年には、オールスターフューチャーズゲームに選出された。2007年12月14日に、ダン・ヘイレン、コナー・ロバートソンとのトレードで、アーロン・カニンガム、クリス・カーター、デー・ナイ・ブランド、グレッグ・スミスと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。 オークランドアスレチックス時代2008年は開幕をトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎えた。5月30日にメジャー昇格を果たし、同日メジャーデビュー。デビュー戦では2二塁打を記録し、メジャー初安打から7安打連続で長打を記録。この連続長打記録はメジャー史上1936年のジョニー・マイズ以来となった。 メジャーでは85試合の出場で打率24。242、4本塁打、26打点の成績で終え、マイナーではパシフィックコーストリーグのポストシーズン最優秀選手に選出された。2008年11月12日にマット・ホリデーとのトレードでヒューストン・ストリート、グレッグ・スミスらと共にコロラド・ロッキーズへ移籍した。 2009年6月5日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスからメジャーへ昇格。昇格時点で打率339、10本塁打59打点を記録し、打点はマイナーリーグ最高だった。メジャーでは打率が2割前後で推移し、前半戦終了時、ダン・オダウド GM はジム・トレーシー監督にゴンザレスを マイナー降格させる意向であることを伝えたが、トレイシーはゴンザレスをメジャーで起用し続けた。そして、後半戦は打率。320、12本塁打、24打点を記録した。2010年は年間通じてメジャーリーグでプレー本拠地で打率。380、7月31日の試合ではサイクルアンダーを記録するなど好調を維持。 最終的に打率、336.34本塁打、117打点、26盗塁という打撃成績を記録し、自身初の首位打者のタイトルを獲得した。また、本塁打は、リーグ4位、打点は、リーグ2位であり、セントルイスカージナルスのアルバート・プホルス、シンシナ・ティレッズの上位ボットと共に、シーズン終盤まで三冠王争いを繰り広げた。また、 シーズン MVP 投票では3位にランクインし、選手間で選ぶプレイヤーズチョイスでは2010年度の MVP に選出された。マジ新発となる3割30本類打100打点を達成し、ゴールドグラブ賞とシルバースラッガー賞を同時に受賞した。2011年、前年に引き続き外野3ポジションをまんべんなく守り127試合に出場。 前年に記録した打率330本塁打100打点のラインには届かなかったものの打率295.26本塁打92打点オプス0.88920盗塁という好成績を記録2年連続で20本塁打20盗塁の同時達成をクリアした守備面では左翼手で61試合右翼手で34試合 中堅守で30試合に守りについた。全ポジションで DRS は平均以上を記録した。2012年、それまでのシーズンとは異なり左翼に定着した。135試合に出場し、2年ぶりの3割超えと、る打率。303、22本塁打、85打点、オプス0.88120盗塁という成績を残した。 20本類だ、20盗塁を3年連続で同時達成した。また、自身初となるオールスターのメンバーに選出された。守備面では、2010年以来2年ぶりのゴールドグラブ賞を受賞したが、数字は、守備率98、982DRS-13 とかんばしくない内容だった。2013年開幕前の3月に開催された。 第3回ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは右手中指の負傷の影響もあり、出場試合数は前年を下回る110試合に止まり、規定打席にも届かなかったが、2年連続で3割超えとなる打率。302.26本塁打、70打点、オプス0.95821盗塁という好成績をマーク。 オプスと投類は、事故2位、本類打は、事故2位、対、4年連続での、20本類打、20投類を記録するなど、好調を維持した。守備でも前年とは、打って変わって、好調を維持し DR、DRS プラス10を記録して2年連続、3度目の、ゴールドグラブ賞を受賞した。2014年1月10日に腹部に痛みを生じて、急性中水炎の切除手術を受けた。 この年は故障で長期離脱し、メジャーデビュー以来自己最低の70試合出場に止まった。それに伴い成績も大幅に低下し、打率。238.11本塁打、38打点、3盗塁という内容に終わった。守備では2012から2013年の2年間は左翼しか守らなかったが、3年ぶりに右翼の守備にもついた。 2015年は、故障に苦しんだ昨年から一転して、自己最多の153試合に出場を果たし、3年ぶりに規定打席をクリア。打率、271.40本塁打、97打点の成績を記録した。本塁打を、自身初の40本の大台に乗せ、チームメイトのノーラン・アレなどと40本塁打コンビを形成した。そのうち35本を、 右投手から荒稼ぎするなど、右腕相手には、滅法強かったものの、左投手相手には、打率1割台独占した。また以前は、規定打席に到達した年はコンスタントに20、投塁以上を決めていたが、同年は失敗こそなかったものの2投塁に止まった。2016年オフの12月5日に第4回、WBC のベネズエラ代表に選出され、 二大会連続二度目の選出を果たした。2017年開幕前に選出されていた第四回 WBC に参加。この年は打率26。262、14本塁打と成績を落としてしまったが、シーズン前半は睡眠障害に悩まされていたという。オフの11月2日に FA となった。 コロラドロッキーズ時代2018年3月12日、ロッキーズと単年500万ドル出来高で再契約した。オフに再び FA となった。2019年3月16日、クリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。メジャーロースター入りする場合は年俸200万ドルのメジャー契約となる。開幕は参加のトリプル A 級。 コロンバス・クリッパーズで迎え、4月14日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。だが30試合で打率。2 1 2本塁打、7打点と振るわず、5月22日に DF となり、26日に FA となった。2019年5月30日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ。6月3日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。6月29日に DF となり、7月1日にマイナー契約で参加の AAA 級アイオアカブスへ配属されたが、翌2日に FA となった。2020年2月11日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。6月28日。 チンイと共に自由契約となっていたことが分かった。守備では強権と瞬速を生かしてゴールドグラブ賞を受賞するほどの実力の持ち主で MLB を代表するゴツールプレイヤーである。2012年まではホームとビジターでの成績の差が激しい選手だったが2013年はそれを改善しており両方でオプス0.9以上を記録するなど進化を見せた。 ありがとうございます。